変なことになってる。皆さんこんにちは、あやです。
年々1年は早く感じられるのですが、2023年は本当にあっという間でした。仕事がねちょっと忙しくて投稿が不定期になってしまったにもかかわらず、それでも変わらず見てくださる方々に改めて本当に感謝の気持ちが込み上げた1年でもありました。登録者数登録者数8万人を突破したり、8万人突破しました。グランチありがとうございます。100万回目で超える再生数をいただいた動画があったり、ありがとうございます。すごい、100万回本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当に YouTube 投稿においてもとても思い出深い一年となりました。いつも応援してくださって本当にありがとうございます。2024年も仕事、家族、そして YouTube とそれぞれに目標を掲げて頑張っていきたいと思います。そして実は YouTube を始めた当初から目標の一つとして掲げていたことを今年から実践していきたいなと思っているんですが、これは実は寄付活動なんですけれども、視聴していただいて得られた収益の一部を寄付という形で還元すること。恩返しの一つの方法なのかなってずっと思っていて、登録者数10万人を超えたらって思っていたんですが、ちょっとまだ及ばずなんですけれども、頑張りつつ前倒しで実行していきたいなと思っています。今回北陸地震で被害に遭われた方々に心からお見舞い申し上げます。この動画で得られた収益の一部を被災された方々、特にねミルクとか、あと生理用品とか、いち早く手元に届きますようにと祈りながら寄付をさせていただきたいと思います。 Hi everyone, this is Aya. I guess Christmas is more exciting than New Year is in your country, but in any case, I hope you had a wonderful holiday season. Thanks to all of you, this channel has been around for almost 3 years. Thank you for always watching. 여러분, 안녕하세요. 아야입니다. 한국은 2월에 설날인데요. 그래서 아직은 조금 일찍이지만 좋은 기회라 말씀드리겠습니다. 여러분, 새해 복 많이 받으세요. 항상 응원해 주셔서 정말 감사합니다. 올해도 많은 관심을 부탁해요. 2024년이 皆様にとって喜びや希望に満ちた1年になりますよう、本年もあやの部屋をどうぞよろしくお願いします。今回もご視聴くださり本当にありがとうございました。また次回。
ましょう。またねー。ありがとうございました。